任務のことを考えているの？仕事を任せようかしら。はい、今回の任務報告書はあなたに任せたわ。ここにサインして。そうね、自分にコードネームをつけるといいわ。まあ、あなたがそれでいいって言うのならいいけど、主教様に文句を言われたらあなたの責任ね。あれは一体何なんでしょうね。衛星映像にはあんなもの映っていなかったのに。違うわよ。もう人が真剣に考えてるのに。あの空中に浮いているものはベルトさんの失踪と関係しているって、私の勘がそう言っているわ。さあ、外にずっといないで戻って話しましょう。入手した情報をまとめるわ。4月13日、つまり14日前、ベルト・ヨーさんがセントフォンテーヌ政府の招待を受け、職場の ET スタジオを離れた。話にベルトさんは15日にカイロ空港に到着し、その後リニアモーターカーに乗ってセントフォンテーヌに向かった。天命の衛星は彼らしき男性がセントフォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後彼は行方不明に。関連情報も彼の行方を捉えたカメラもないわ。私たち第三小隊の任務はベルト・ヨーを探し出し、彼を無事に天命本部に送り届けること。以上、何か質問は？何でも聞いて。セントフォンテーヌは600年以上の歴史がある古い都市よ。かつてはヨーロッパ諸大国の植民地で、全盛期中期にやっと独立したの。報告によると、その主な経済収入は観光と植物の輸出で、そのうち観光収入が大方を占めているわ。様々な国によって植民地とされてきたからか、この都市は多様性に富み、いろんな文化の景観を持ち合わせているの。大崩壊時期、セントフォンテーヌの被害はかなりひどかったんだけど、天命の援助計画を最初に辞退したアフリカ都市の一つでね。だから私たちの資料もかなり限られてしまっているわ。
報告書にあるヨアヒム・ノキアン・ビルタネンのことね。彼は二人目の断りの律者、ネゲントロピーの元名手。大崩壊が終わった後、彼は引退して、今はアニメ会社 ET スタジオのプロデューサーと原画デザイナーを務めているわ。私も数年ベルトさんには会っていないけど、よく彼の話を博士から聞くわ。最初この任務を聞いた時まだ楽観視していたわ。ベルトさんは今までもよく行方不明になっていたけれど、いつも無事に帰ってきてたから、じっとしていられない人でね。崩壊と戦っていた時も常に危険な前線にいた。彼は律者だけど頼もしい戦友であり仲間だわ。この都市に着いてからこの件はそんな簡単なものじゃないって気づいた。空にあるデカ仏の他にもこの都市には異常なところがたくさんある。あなたは何か気がついた？鋭い観察力ね。私もそれが気になったわ。天命は事前に衛星でセントフォンテーヌの土地をスキャンしていたけれど、めぼしい結果は何一つ得られなかった。映像を見ただけではここはごく普通の都市だったのよ。けど実際にここに来ると人がおらず生命を感じない。ここは嘘の数字で塗り固められた都市だった。入ることはできるけど出ることはできない。遮られたネットワーク、形のない見えないバリア、それらがこの都市を覆い隠している。それがもし外との連絡を途絶えさせるために誰かが作ったものだとしたら、こんな世界を欺くようなこと一体誰が。けど本当にそうだとしたらおかしな点が一つあるわ。ええ、この都市の真実を隠すのであればベルトさんが注意を引くようなことはしないはずよね。彼の肩書きには怪しいところはないし、利用できるようなところもない。もちろん彼を誘拐した人物の目当てが彼の過去の肩書きだったら話は別ね。とにかくこの都市の状況と私たちの想定があまりにもかけ離れているわ。手がかりが足りない以上このまま考えていても時間の無駄ね。ねえ、とりあえずここを行動拠点としましょうか。まずは情報収集よ。手分けして行動し随時進捗を共有しましょう。夕方になったらまたここに集合ね。少しもったいないけど今は崩壊エネルギー通信機で連絡を取るしかないわね。戦場に到着。
一番前にも歩いたような、気のせいか。分かった。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。分かった。一気に。大丈夫？あなたの崩壊エネルギーに異常な消耗があったわ。待って、敵に遭遇したの？崩壊獣。見たことのない生き物。でも敵意があるのにね。おかしいわ、今回の任務一筋縄ではいかないよね。こっちは道が陥落したせいで少し時間がかかりそう。しばらく支援はできないわ。こういう時キャロルがいてくれたら助かるのに。怪我はない？そうね、あなたの腕なら問題ないか。心配しすぎたよね。でも十分気をつけてね。了解。わかった。素材習得。了解。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。目標を発見しました。素材習得。了解。わかった。隊長、出撃させてください。遅い。習得。
素材習得。こっちも敵と戦ったわ。あなたの言った通り、あれは崩壊獣じゃない。なんて言えばいいか、どちらかというと、ゆっくりとした感じが気候と似ているわね。でもやっぱり変だと思う。あの見た目、自然や科学の産物というよりも、幼い子供が夢の中で想像したような、いろんなものを寄せ集めた怪獣、そんな感じがする。これらのデータを本部に送ろうと思うわ。きっと司教様と博士が興味を持つはずだから。そうだ、今どこにいるの？なるほど、地図の真偽を確認するのね。調査が一段落ついたら戻ってきなさい。じゃあまた夕方に。了解。わかった。了解。わかった。了解。わかった。
お帰りなさい。今日入手できた情報はまずまずよ。聞いて驚かないでね。レーザーであのバリアの形を確かめてみたわ。結果、私たちが予想していた円柱ではなく球体だった。情報と都市変炎のテーブ、レーザーを当てたら明らかな変異が発生したわ。あくまで予想だけど、このバリアの中心はおそらく。ええ、そうよ。セントフォンテーヌに起きた不思議現象は全て、あの天空島と直接的に関係しているようね。それと、見たことのない怪物。集めたデータを本部に送ったわ。アインシュタイン博士が分析してくれる手はずになってる。終わり次第その結果をこちらに送ってくれるわ。それでそっちは何か収穫あったかしら。そう、話して。なるほどね。地図が正しいのなら面倒が省けるわ。あの赤い結晶は確かに妙ね。データを本部に送って研究してもらうようにする。今日は情報をたくさん入手できたけど、最も重要な情報、ベルトさんの行方については未だ手がかりなしね。今ある情報をもとに対策を決めるわ。一緒に考えてくれる？本部からの返事が届いたわ。主教様が直々に連絡を取りたいそうよ。指示によると、私たちはこれから崩壊エネルギー探知装置を全て持って高地を目指すことになるわ。その後、それら一つ一つを列状に組み立てるの。場所はもう選んである。あなたが調べたサード駅からそう遠くはないところよ。歩きながら話しましょう。到着。アインシュタイン博士に案があってね。主教様と話し合ってみたんだけど、試す価値があると思うの。博士曰く、崩壊エネルギー探知をすればベルトさんの位置を探し出すことが可能だそうよ。今の技術であれば、探知機を列状に組み立てることで探知できる最大範囲は半径80キロ、つまりこの都市のおよそ12分の1。ええ、彼女の装備を列に組み入れれば探知可能範囲はセントフォンテーヌ全体になるわ。でも要点はそこじゃないの。主教様も同じことを言っていたわ。大崩壊の後、 99% の崩壊エネルギーは月に封印されたとはいえ、希薄ではあるけれど、まだエネルギーが大地に散らばっているもの。
脅威になるほどのものではないけど、その量は少なくない。もしそのまま探知機を起動させたら、私たちが得られるのはセントフォンテーヌの崩壊エネルギー産物だけよ。だからね、そう、私たちが探すのは純粋な崩壊エネルギーじゃない、リツシャエネルギーよ。わかった。了解、一気に潰そう。確認。どんな敵も見逃さないで。
飛落ちている確認。素材回収完了。総員集合、出撃。目標地点確認。ここで何が起こるのか、きっと主教様も博士も気にかかっているはずよ。